スタートですね、7番、松本選手、早いですいいですね。ね、ピット離れ。早いね。はい、7番、4番ですね。うん、7番の松本、4番の畠。ここは四国両者になりますね。それから1番、和田健太郎がね、なんとか前か、前中段、後ろ中段あたりは欲しい動きでした。9番、1番、6番、前中段取れましたね。9番の増木、1番の和田、6番の佐藤という並び。栃木、増木に千葉両者がつく3者のラインです。その後ろですね、後ろ中段が2番、5番です。2番の藤井、5番の東口。ここは中部、近畿のラインですね、2社のライン。それから後ろになった北日本ラインですね、8番、3番、8番、坂本、3番の佐藤。ここは北日本の両者になります。2対3対2対2、4分線になりましたね。これ2次予選の2のレースです。初日走ってね、やっぱりポイントがこう出ているので、だんだんというか、もう何点でこういう感じだなっていうのがだんだん分かってきますよね。うん、松本選手ね、好調なんで、どのような動きをするのか、また本戦のね、佐藤選手、うん、追走できるのかできないのかという、分かります気持ちが、ところでしたけどもね。はい、まあ、杉選手ね、うまくこうさばいてというか、内側からいい位置を取って、打所あたりでこう車間開けながら、前が先行してくれればそのままでいいという流れを作りましたし、藤井選手の先行かましを意識してたと思うんですよね。そんな動きをちょっと見ていただければと思います。位置の悪い坂本選手が抑えに行きます。8番3まで抑える。で、ここね、松本選手うまく引っ張りながらというレースですよね。やっぱりこれ坂本選手前出すよりも、これでちょっと足を使ったのかな。ね、本当はね、藤井選手はそこついてきたんですけどね、もう増木にバーンやられちゃってるんで。そうでしたね。で、足を使いながらも2射を出して松本選手で、ここをやっぱり藤井選手を意識してましたね、増木選手が。で、これ連携がなんか中部、近畿勢を乱れて、東口選手は内から、で、結局藤井選手かましきってしまうんだけれども、その後ろを増木選手がうまく追走しながら、はい、ここ休まないで、でもそのまままくっていくので、はい、これ和田選手も一瞬ちょっと口開きますよね。はい、ちょっと苦しそうな感じでした。で、松本選手に佐藤選手はさばかれてという感じですね。増木選手しっかり、しっかり踏み直して、ね、はい、1着、2着、はい、和田選手、3着うまく切り替えて、まあ、準決勝までもフリーパスはね、取って何なんですかね、この強さっていうのは。まあ、今見たら1人だけ赤パンですし、はい、まあ、1個だけもう1つ2つ突き抜けてるっていうことですね。 うまくこう一問取りもできるし、あれ藤井選手がかけなければ、前にかけさせて先まくりだし、なんか負けない展開、まあ、どっちにしても負けない展開、どっちでもまくりでも先行でもどっちかでいきますよみたいな。そうですね、あんまり考えてないような感じでしたね。横来て邪魔なやつはバチコーンってやっちゃうし、止めちゃうしね。まあ、ちょっとすごいなっていう感じはしましたね。引き出しの数が多いし、安定してる感じがしました。はい、今日も一着でした。いかがですか。そうですね、感触は良、まあ、かったかなと思います。はい、まあ、昨日はレースちょっとレース後にね、反省の弁も出ていましたけれども、今日のレースでのご自身の評価というのはいかがでしょうか。今日もあそこでジャンで立ち遅れてしまったので、そこですね。はい、ただやっぱりね、北日本勢が前段に立って、増木選手の位置から前も後ろも警戒してというところもあったと思うんですけれども、あのあたりいかがでしたでしょうか。後ろに藤井選手もいましたね。そうですね、車間開けて牽制してたので、あそこ合わせて仕掛けないと車間開けてた意味がないので、はい。まあ、ただその藤井選手を追いかけて、その番手に入ることなくすかさず自ら仕掛けていってという動きがありましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、もう詰まったところで行こうと思ってて、乗り越えられるなと思ったので踏んでいきました。さあ、しっかり乗り越えて、まあ、ただこの連勝、3走目に向けて大きいんじゃないでしょうか。そうですね、ダイヤモンドを乗れたので、はい、大きいですね。さあ、それではそのダイヤモンドレースというところに向けて、たくさん声援をくださいましたファンの皆様にお答えください。連日応援ありがとうございます。ダイヤモンドも取れるように頑張ります。応援お願いします。